感謝だ。地元の方気をつけろ。地元の放火魔たちがカルトと戦おうとしてるって噂だぞ。あの壊れたバスの近くにいるはずだ。命は儚い。いい子だな。一発。
平和維持軍がテロ組織一掃に向け中東に展開した。グレースがただものじゃないことぐらい誰にやってすぐ分かる。あの家にあるスグレースがただものじゃないことぐらい誰にだってすぐ分かる。あの家にある装備品だって全部最高級品だ。火事でダメになってなければ。さあ。
世界の激変に備えようって誘われたが、勉強した。缶詰って缶みたいな味するしな。
何をしたいんだ。保安官の中で飛べないぞ。そこにいる。電話に出てよ。まったく。これを聞いたらそこから逃げて。わかった。忘れちまいそうだ。
地を明け渡すと信じきってた。ここは1900年代からうちのもんだ。土地を売ったりしたらきっと先祖の霊に呪われる。がガレージで車を分解してた。トラックを作るのに部品を集めてるのよ。あいつらを追い出して。あんたが全てを変えた。飛ぶには最高の天気だ。イエス様、マリア様、ジョセフ様、ありがとう。いや、ねえ、いいでしょ、もうほっといて。イエス様、マリア様、ジョセフ様、ありがとう。いや、待って、ジョセフはなし。クソ野郎め。見たく有事に備えてたわけじゃないが、俺は生き残るぜ。目隠しされたってできる。
ホールズエンドに傷を残した。だがな、昔はリスを飼って売ったもんだ。一匹一ドルで。世界の激変に備えようって誘われたが遠慮した。缶詰って缶みたいな味するしな。
下のじいさんが住んでる。この頃はレッドじいさんって呼んでたな。年寄りは年を取ってからが長い。元気だといいが。これまでのところ目立った成果は上がった。
逆に地域の緊張を高め、テロ組織の人員勧誘を容易にしているとアナリストは述べている。スタートでな、頑張れよ。ヘギを警戒する。片付けてやる。ヘギどもは肉を独り占めにする気になる。Thank you.
仲間とカッパーヘッド鉄道の操車場周辺を偵察してたら、カルトがクズ鉄を集めてた。俺は援護を呼びに戻ったが、仲間はまだそこだ。無茶をしてないといいな。Thank you.